皆さんこんにちは、仮面ライダーゲーム専門チャンネル杉です。今回は平成第4作目の仮面ライダー仮面ライダー5を使用していきます。この仮面ライダーなんですけど、携帯が、折りたたみ携帯が、変身する仮面ライダーです。あとねデジカメとかそういうのを使っております。だからね今はスマホですけど、この時は、折りたたみ携帯が結構流行ってました。でフォームに関してなんですけど、まあ、これはファイザー普通なんですけど、もう一つは速く走れるアクセルで、最強フォームとしてはブラスター。すごく面白いのがバイクが人型に変身するんですよ。でタイヤの部分がもうなんだろう、かっこよくて、まああのあまりこう説明するのもあれなんですけど、本当にもう気になる方は本当に仮面ライダーファイザーを見てください。武器を扱うためには、ベルトに刺さってるというか、その折りたたみ携帯の真ん中にチップがあるんですよ。それを刺したら武器が可能っていう感じになるんですよ。あのファイズの顔をしたねだからね、このカメラファイズも攻撃がなんだろう、もう独特っていうか個性がある、というか、ま、使い方によって本当はあの使いにくいです数秒だけ付き合ってくれよ。まあ、これ、時間制限あるんですけど、それまでに早くて、よし、当たれよ。さあ、これで、ああ当たらなかった。待て待て待て、こっちが早いんだ。あーよっと、はい、あと1回だが、もうあともうほぼない。攻撃が当たって、なんかファイズみたいなマークが出て、そしたらまあ、敵っていうのはおるんですよ、オルフェイのクッで砂になってきます。はいだ、まあ一応ねこのファイズもそうですけど、その他のライダーもなんですけど、普通の人間では変身できません。基本的にオルフェイのクっていう、みたいな、あの一回死んだ人が運よく生き返って怪人になった人しか、本当に変身できないという感じで、最初はねあのこの犬いたくみなんですけど、まあ、オルフェイノクなんですけど、基本的には最初伏せられたんですが、まあ、後半にはもうあのバレるんですけど、まあ本当に何度も言いますか、仮面ライダーファイズ見てね。次行くぜ、次